ひまわりの咲かない夏は、道を秀行による日本の小説、第6回本格ミステリー大賞候補となった。作者は、野生時代2009年3月号でのインタビューで、本作が読者から物語が陰酸、登場人物がかわいそうすぎるなどと評されたことを明かしている。一学期の就業式の日、欠席した S 君にプリントを届けるために、S 君の家を訪れた道を、 声をかけても応答がなく、中に入ってみると、キー、キーとおかしな音がした。S 君はいた、自分を見下ろして。呼んでも返事がなく、よく見ると、S 君の首はロープにつながっており、足は地についていなかった。S 君は首をつって死んでいたのだ。急いで学校に戻り、担任の岩村先生に伝え、道夫は一旦家に帰される。その後、 岩村先生と二人の刑事が家に来るが、道夫にもたらされたのは、S の死体なんてなかったという知らせだった。嘘じゃない。確かに、S 君の死体を見たと懸命に主張し、結局行方不明事件として捜査されることとなった。それから一週間後、道夫の前に S 君があるものに姿を変えて現れ、自分は殺されたんだと訴える。道夫は妹の美香と共に、 S, S 君を殺した犯人を探すこととなる。ありがとうございます。